話にならないですね。A No Hate TV。 差別好きなんですか、イオンはっていうことをですね、こんな差別企業とずっとあの取引をして、それで儲けたお金をどうするんだってことです。やっぱ恐ろしいと思っているのは、 DHC の提携を結んで自治体はその非常時に協力するって言っていて、これどういうことなのかってことですね。非常時に差別企業と協定を結んでるっていうことは、要するに外国人は別扱いしていいわけでしょ、朝鮮人は別にマスク配らなくていいとか、そういうことをやっている自治体ですって自分がアピールしてると同じなんですよ。DHC とこう提携を解消しまして、ちゃんちゃんはい終わりははみたいな話になるわけない。